皆様ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しておりますフレームアームズガールイノセンティアブルーバージョンになります。また今回も結構古めのキットを引っ張り出してきたわけなんですけれども、昨年ぐらいは結構こういった美少女キットでも武装パーツがゴテゴテしたり結構豪華なものが多かったんですけども、結構シンプルな造形のものとか最近作ってみたいなと思って、今回こちら中古屋さんで買ってまいりました。この中古屋さんっていうのが今回結構ポイントなんですよね。まあそんなことはさておきまして、まずはパッケージ正面はこんな感じで、まあちょっと今の季節にはちょっとまだ早いですけれども、夏らしいそんなような服装じゃないでしょうか。にっこり笑顔が可愛らしいです。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントとリア。結構今となっては初期のキットなんですかね。この下の方にもフレガの説明が書いてあったりします。で、隣の方がギミックということで、通常の前髪とジョイント付き前髪がついてます。で、さらにその下、結構びっくりしたんですけども、ドール服対応タイプの首とかつま先がついてるんでしょうね。フレガに対応した服とか靴とかって私あんまり見たことないんですけども、そういったのもあるんですね。まあそれができるようにっていうのは、こういった特殊なパーツがついてるようです。で、その隣が、まあ、なんて言いますか、耳ですね。主に猫耳、狐耳、犬耳、メカアクセサリーという4種類で、垂れているものだとか立っているものだとか、いろんなパターンあるようです。耳だけの選択肢が非常に多いっていうのも意外な気もしますけども、皆さんどれが好きですか？個人的には普通の猫耳ですかね。で、その隣ですけども、こちらの方にはミトソーの胸パーツもついてますと。で、ここですね、マテリアの腕部および脚部も付属ということで、で、このマテリアの脚部とかつけた状態が、いわゆる武装状態扱いなようで、で、この素肌が見えているものが素体という風な扱いみたいです。で、一番右端はいつもの通りマルチカラーキット仕様ということで、無塗装品の写真が載っております。まあ、今回そんなにゴテゴテした武装もついてませんので、まあ、この武装というか、この脚部ですね、ここのラインとか、あと胸元あたりのラインとか、それだけでかなり完成度の高いキットになると思うんですけれども、まあ、下手に調子こいて塗装すると私の場合失敗するのが目に見えてますので、まあ、ほぼほぼ素組みの状態で今回もご紹介していきたいなと思っております。で、側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら。ついていますフェイスパーツは3種類。通常顔の正面向きと通常顔左向き、あと笑顔の右向き。で、付属されているデカールはアイデカールと若干のこのフレガとかワーニングで書かれたマーキングのみですね。で、あとは注意書きとなっております。で、中身のもご紹介していきたいと思うんですけども、先ほど言いました中古屋さんで買ってきたっていうのはポイントっていうのは実はこの中身にあるんですよね。では早速ランナーの方もご紹介していきたいと思いますが、まず一袋目。これ開けた時びっくりしましたけどね、こちらですね。ことぶき屋ショップ限定フレームアームズガールイノセンティアブルーバージョン特典特別カラー髪の毛パーツ&タンポなし顔パーツセットということで、まあ、中古屋さんで当然買ったので他の方が買われたものということなんですけども、これを買われた方はことぶき屋さんでこの特典も含めて買われてたってことなんですよね。まあ、どういった事情で手放すことになってしまったのかわからないんですけれども、あ、こんな感じで特別な髪の毛のカラーとタンポなしのフェイスパーツ。まあ、タンポなしのフェイスパーツは私の技術ではどうしようもないんですけども、せっかくこの特別カラーの髪の毛パーツが付いているんで、これは今回じっくり活用したいと思っております。まあ、その方が手放してしまったやむにやまれぬ事情もあると思うんですけども、そういった思いを引き継ぐ感じできっちりとご紹介していきたいと思います。で、続きましてこちらが通常のこれ頭髪パーツですね。黒い髪の毛。で、反対側がポリキャップパーツとなっております。で、こちらがペールオレンジ。って言いますか、今回のイノセンティアはなんか日焼けしたようなカラーリングなので、ちょっとこんがり小麦色の肌の色になってますね。反対側が手首とか、あと肩とかの関節パーツですね。で、こちらがこれが例の塗装されてない胸部パーツのところですかね。あと襟のパーツとか、反対側が、あ、これはこれ黒い胸のパーツですね。これ同じものの色違いってことですね、これは多分。で、こちらが結構細かいパーツ、あ、これ耳ですかね、このやつについてきましては。で、反対側も、まあ、これは耳ですね。耳のパーツとか。まあ、これもそうなんですかね。結構耳のパーツやっぱり充実してますね。で、続きましてこちらが、これ脚部のあれの3ミリのジョイントの穴のパーツっぽいですね。で、反対側が、まあ、これもこんがりお肌ですけども、胸部とか背中の部分ですね。で、こちらが、と思うところ。これのマテリアの脚部ってとこですかね。で、反対側、これもこんがりお肌の素足のものですかね。この辺に足の指のパーツとかもあります。で、こちらが、これ腰のパーツと、これは股間、お尻のこの塗装済みのパーツになっております。これはどこのパーツか、胸っぽい気もしますけども、こんなパーツがついております。で、あとは、フェイスパーツ。やっぱ、小麦色に焼けた肌っていうのも健康的な感じがしていいですよね。で、ハンドパーツで、こちらが
まあ、今回のキットというのは武装状態に使うハンドパーツ計5種類と、で、こちらが素体状態のハンドパーツ計5種類。で、最後こちらがデカールシール。フレガとかワーニューと書かれたものになります。キット類は以上ですね。下若干見切れてますけれども、こんな感じで。一番下のこの特典パーツはさておきまして、それ以外のものとしましても、結構な分量になりましたね。まあ、腕とか足とか丸ごと差し替えるってことを考えれば、このぐらいの分量が妥当じゃないでしょうか。そして最後、作り方の説明書がこちら。イノセンティアブルーバージョン。小麦色の肌に、この露出が多い服装なので、なんか夏っぽいキットですよね。で、中の方に参りまして、まずは塗装済み完成品の写真。全身のものと猫耳のもの。で、この耳につきましても、右下のこの犬耳の垂れてるものとかが結構可愛らしいですよね。実際にフレームアームの説明と、で、ここもマテリアと一緒に並んでるので、いわゆるイノセンティアってマテリアのなんか関連キットって感じなんでしょうか。で、次のページがパーツリスト。まあ、ちょこちょこ使わないパーツがありますけども、ごっつい武装パーツがないので、なんかパーツの構成としてはなんかシンプルな感じがするんですよね。で、次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て。とは言っても髪型だけでもツインテール、ショートヘア2種類あって、でそれぞれに耳パーツの有無があるので、結構どこどこ進んでくださいっていうこの選択肢が多いんですよね。で、こんな感じで、まあ、ツインテールなるものだとか、あと耳の有無とかで、頭圧とか髪型とかどんどん作っていきますけれども、この頭部の作成だけで、びっちり3ページあります。で、次のページから胴体の策定。で、胴体なんですけれども、いくつかフレームアームズガールを作っていきますと、どのフレームアームズも似たようなところあるんですけれども、どこかしらがちょっとずつそのシリーズによって違うので、作ってて飽きないのがいいですよね。で、ここから、素肌の左腕、で、右腕。で、ここ見開きになっておりまして、で、こちらの方で太ももとか、まずこれ素足部分の作成ですね。膝の二重関節とかどんな感じなんでしょう。まあ、硬くても調整するからいいんですけれども。で、ここから武装の腕とか、武装の足の組み立て。で、ここで武装の左足が完成して、武装の右足が完成。で、次のページで、まずは本体の完成ということで、これ素体状態の説明ですね。で、隣、写真1枚だけなんですけども、それぞれ両腕、両足をこの番号のパーツに組み替えることによって、武装状態が完成すると。最近の機体だと、この状態を素体っていうことが多いので、なんかこれを武装と言って、この姿が見えているものは素体っていうのは、まあむしろそっちの方が自然なんですけども、今となっては結構新鮮な気がします。で、胸部ボーナスパーツの組み立てとか、で、フリルパーツの交換、ベースの取り付けが書かれております。で、最後のページがカラー&デカールガイド。まあそうは言いましても今回私の方でもこの胸部とか背中のこのハイライトになっているような部分、ここだけちょこちょこ色を入れたいなっていうぐらいで、まああとこの武装パーツ、マテリアの腕部脚部ではありますけれども、この脚部のこのライン、グリーンのとこですか。ここまで綺麗なパステルグリーンで塗れるかどうかはともかくとして、目立つ差し色なので、まあ、このぐらいはなんとか塗れたら塗っておきたいなって感じですね。まあ、それ以外の部分につきましては、基本素組みでやっていきたいなというふうに思っております。で、下の方にハイデカの説明が書かれております。説明書はこんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。
ではここからキットの方をご紹介していくんですけれども、今回のイノセンティア、まあ、ブルーバージョンに限ったことではないと思うんですけども、とにかく頭部周りの装飾交換パーツが多いのでささっとご紹介していきたいと思います。でまずはハンドパーツ、今素体こちらですねと、この武装状態の手の方についておりますのが指の揃った開き手、それ以外ちょっと片手ずつ置いてあるだけなんですけれども、合計4種類ずつ付属しまして、上の方が素体、下の方が武装ですけども、指の広がった開き手、握り手、武器持ち手で、人差し指の伸びた武器持ち手になります。でこちら上が素体、下が武装という説明はしたんですけれども、特に下の方、武装だからといって手の甲に何かついているわけではなくって、多分形状は全く同じですね、色が違うだけになりますけれども、素体状態と武装状態それぞれ合計5種類ずつのハンドパーツが付属します。続きましてフェイスパーツ、今本体についてますのが標準顔の正面向きのもので、こちらが通常顔の左向きのものですね。口元がちっちゃいですけども、スッとなってる感じもなんか可愛らしいですよね。でもう一個こちらが笑顔のものになります。この白い歯が綺麗です。ちょっと照明当てて分かりにくいと思うんですけども、このこんがり小麦色の肌が結構健康的な感じがしていいですよね。続きまして先に右手の方からご紹介してまいりますが、まずこの上の方、これはまあ武装状態に使う時の手と足なので、その時ご紹介するとしまして、まずこちらがパッケージにありました無塗装の白い成型色のお胸のパーツですね。まあ、特に稼働するわけではないですし、まあ、好きな色に塗ってもいいと思うんですけども、先ほどもこの状態のままイノセンティアにつけて回転台に乗せた様子ご覧いただきましたけども、特に違和感ないんですね、この色のままでも。まあ、犬とか猫でも胸元の色だけ違う、まあ、そういったキャラクターとかいたりしますので、逆にこの本体の成型色に対してこの白だけがあるっていうのはなんかワンポイントで別に違和感なくて、これはこれでいいかなって思いました。続きましてこちらが襟のフリルのパーツですね。これはフリルのみのもので、今本体についてますのがフリルプラスこの真ん中に青いメカパーツがついているものになります。まあ、これはどちらでも選択してつけることができるようになっております。続きましてこちらにありますこの3つですね。これが道路の時に使用するものということなんですけども、これがまあつま先のパーツになります。今ある足に比べますと、まあ、二回りぐらい小さい上に、結構先端が鋭いので、多分靴とか履かすときに履かせやすいようなデザインかなっていう気がします。まあ、専用の靴持ってないので、これ使うことはなかったんですけれども、まあ、当然これ左右一対と。で、こちらが首のパーツなんですけども、これも同じく、多分服と頭とか肩が干渉しないように、今ついているものよりも、まあ、目測ですけども、2、3ミリぐらい長いものになります。続きまして、こちらにあります、この合計6種類の、まあ、耳類ですね。こういったものなんですけども、ここに置いてあります、この、外側が髪の毛と同じ黒いもの、で、中に白い毛が入っているもの、この外側以外につきましては、すべて残りのパーツ、余剰パーツがありますので、今こちらは外側が紺色、で、中が白いものになってますが、外側がこういったガンメタのもの、で、中の方がこの、濃い紺色のもの、というふうに作り出すことができます。で、黒い猫耳で中に白い毛のものにつきましても、毛につきましてはこちらに紺色のものがありますので、これに変えることもできますし、先ほどご紹介しました首元のフリルですね、あれにつきましてはこちらに紺色のものがありますし、この12番のパーツの方にこちらのガンメタのパーツをつけることによって、このフリルにつきましても2種類作ることができます。でそれぞれの耳ですけれども、まずこちらが、まあ、いわゆる猫耳ですね、動物的な中に毛が生えたものになっております。外側の黒については頭髪と全く一緒なので、まあ、猫耳つけるときにはこれの方が一番自然かなという気がします。続きましてこちらがメカ猫耳という表記でしたね。まあ、猫耳ですけど、中の白いパーツがあってメカっぽいデザインになっております。でデザイン的には同じなんですけども、こちらのちょっと長いのがいわゆるキツネ耳ですね。デザイン性は全く同じですね。外側が紺色で中が白というふうになっております。で次のこのちっこいのが立ち犬耳と書いてありました。要はあのピンと立った犬耳ってとこですよね。まあ、猫耳より小さいのちょっと意外な気もしますけども、こんなものついてあります。でこちらが、まあ、これはパーツ1個だけで白いものはないんですけども、いわゆる垂れ犬耳だそうです。で最後こちらがメカアクセサリーという名前でしたけども、イメージとしましてはエヴァンゲリオンのパイロットが頭につけるヘッドセット、あんな感じのものですね。こういったものになっております。そしていよいよ頭髪パーツですけども、今イノセンティア本体はツインテールで頭にヘッドセットをつけない状態にしてありますけれども、こちらがそれ以外の交換できる頭髪パーツになっております。まあ、この状態のものではなくて、ここの部分で分割して、この状態のものを前髪と交換することによってヘッドセットをつけることができますし、今あるツインテール部分を外してこれをつけることによってショートカットをすることができます。割と交換はそんな難しくないので、ツインテールとショートカット、あとヘッドセットの有無というのは4種類の往復については結構簡単にすることができます。そして最後こちらにあります、今回たまたま私が購入した中古品に入っておりましたコトブキアショップ限定の髪の毛のパーツなんですけれども、まず手前にありますこの白いやつですね、これは猫耳に使うためのものになります。
あくまで今回ついてたのはこの白い頭髪パーツだけですので、中のこの毛につきましては、先ほどご紹介した猫耳とかについておりました白い毛、もしくは濃い紺色のもの、あれをつけることによって使うことができるようになります。そして頭髪パーツですけども、構成は同じですね。ヘッドセットの有無、ツインテールとショートカット、2択ができるんですけれども、このヘッドセットをつけるマウントの土台の部分ですとか、ツインテールのこの付け根の部分につきましては、追加ランナーパーツに含まれてないので、これにつきましても結局こういった余剰パーツがガンメタの方で出るものですから、それを使うことによってこうやってきちんと頭髪パーツも白い髪猫のとして用意することができます。このよくよく見ましたら、単純にこの白なだけではなくって、ちょっとこの状態でお分かりいただけるかどうかわからないんですけれども、単純な白ではなくって、軽くラメが入ったパールホワイトっぽいカラーリングになっております。肉眼で見ないとちょっと分かりにくいんですけれども、実際直接見てみますと、単純な白ではないので非常に綺麗で、どことなく透明感のある髪の毛なんですよね。今までもコトブキアショップ限定のこういったパーツが付いてるキットの存在を知っておりましたが、思っていた以上に綺麗なので、今後こういったキットを買うときにはコトブキアショップを利用したいなんてそのように思ってしまうぐらい綺麗な頭髪パーツでした。で、残りましたこちらの武装パーツにつきましては、まあ、差し替えるだけなので、後ほど武装状態にした時に改めてご紹介するとしまして、本体でありますイノセンティアご紹介してまいりますが、こちらですね。ブルーバージョンということで、まあ、青が貴重になってるのは当然なんですけども、肌色の部分、ペイロールの部分が、まあ、冒頭にも話したみたいに、こんがり小麦色になっているので、非常に健康的な印象があるんですよね。で、改めて作りながら思ったんですけども、こちらの頭部というか表情、アズニャンに見えますよね。多分これ発売した当時購入された方もそう思われた方多いんじゃないでしょうか。猫耳をつけるといい、ツインテールといい、黒い髪の毛といい、そしてこの日焼けした肌といい、もう本当に慶応の中のあずさがフレームアームズガールになったと、そう言っても違和感ないぐらいのデザイン性じゃないでしょうか。では上の方から順に稼働もご紹介してまいりますが、まずは頭部。もうそういう目で見てしまうとアズニャンにしか見えないですよね。で、頭髪ツインテールにつきましては、根元の部分が手首と同じ可動軸ジョイント、前後に動くだけじゃなくて左右にも動きますし、ぐるぐる回すこともできます。で、頭部につきましては頭部側と肩側2箇所のボールジョイント接続、前がこのぐらい、後ろも大きく向けることができます。続きまして肩、腕回り、肩につきましてはボールジョイント接続なんですけども、胴体内部の方の受けの方に若干の前後可動があります。この状態で肩が少しだけこんな感じで前後にスイングできますし、腕につきましてもはい、挙手できるぐらいまで上げることができます。で、腕についてますこの青いパーツはぐるぐる稼働できますし、ここの部分で腕にロールがあって、肘についても関節1個ですけれども大きく曲げることができます。で、手首はおなじみ可動軸ジョイント、ぐるぐる回ります。角度も大きく変えることができます。続きまして胴体、胴体につきましては胸のところとこの腰のところ2箇所に稼働あります。稼働につきましては前後稼働の軸プラスボールジョイント、ただ胸につきましてはこの胸パーツですね、1回取ると分かると思うんですけども、こういったパーツがここにはまってるせいもありまして、ここより前に胸の部分を前に傾けようとしてもこの接続ジョイントが干渉しますので、上について前側はそんなに動かないんですけれども、腰の部分の可動が結構大きめなので、それを利用すればこのまっすぐな状態から前についてはここまで曲げることができます。もっとお辞儀できるぐらいですよね。で、後ろにつきましては上半身、ここの部分の可動も使いますので、こんな感じまで反らすことができます。うつ伏せに寝転がって上半身を起こすポージングも可能なぐらいよく動きます。で、この腰の部分ですけども、前のこの2枚のパーツにつきましては、手前側に起こして干渉を避けることができますし、後ろの、今回このピン穴がついているものを使いましたけども、この部分も稼働しますので、例えば腰を前に傾けてしまっても、ここの部分の順手が見えないように、こうやって隠すことができるようになっております。続きまして、股関節。股関節につきましては、それぞれ独立して高さが変えれる構造になっておりまして、これが今両方仕込んだ状態ですけれども、向かって右側、左足だけ下げますと、こんな感じで、少しだけ下げることができまして、この状態で足を前とか、後ろ。まあ、後ろはお尻の出っ張りがありますけど、このぐらいまで。で、横方向につきましては、ほぼ水平ぐらいまで足を上げることができます。で、ここの色が変わっているところにロールがありまして、膝についた二重関節。正座できるぐらいまで曲げることができます。で、つま先につきましても、後ろとか、前。で、つま先についても独立して、かかとを変えることができますし、左右に向きも変えることもできますので、足を大きく開いたままぴったり設置して立つことができます。で、今回、素体の方がこういった状態なので、足についても綺麗に再現されてるんですよね。これ分かりいただけますかね？足の爪のところまで形状が再現されております。まあ、最近のフレームアームズガールとか、まあ、女神デバイスとか作ってると、こういった状態の素体が、まあ、言うなれば本当の素体ではあるんですけれども、この素肌が多いっていうのが逆にこう新鮮な感じがしますよね。では、この状態で最後、
武装状態の方にしていきたいと思います。と言いましても、この部分から下の腕とこの部分から足を交換するだけなので、やる手順のところすべて割愛させていただきまして、交換して武装状態にしますとこんな感じになります。まあ、最近のキットとかだとむしろこの状態を素体っていうことが多いので、これを武装と言われてもいまいちピンとこないんですけれども、ただまあさすがに素肌の部分が減ったので、これはこれで洗練されたかっこいいデザインですよね。で、改めまして武装状態ですけれども、こんな感じで、まあ先ほど言いましたように、最近のキットだとこちらを素体ということが多いので、可動範囲については実は全然変わらないぐらいですね。肘についてもほとんど形状変わっておりませんし、まあ唯一見た目的に大きく変わったのがこのつま先なんですけれども、ここにつきましても前後の可動だけじゃなくてつま先も独立して動きますので、可動の範囲というか可動する場所とかも含めてほぼ素体の状態と変わらない感じで飾ることができます。で、ちなみに今回のキット、私の方で色を入れさせていただいたのが、これはちょこちょこありますの黒いラインのところとか、この要所者の白い丸っこいところですね。あとはこのお腹のところにはちょっとこれ照明当ててしまって分かりにくいんですけども、このちっちゃい四角のところですとか、この足のこのラインのところですね、ここ一応メタリックのグリーンで色を入れたんですけども、まあやっぱり本来の指定色のパステルグリーンではないので、まあこうやって透明に見てしまうと分かりにくいんですけども、まあ個人的にはこの範囲でもいいかななんて思っております。正直パッケージのイラストとか箱の側面見た時に、最近のフレームアームズガールとか女神デバイスに慣れてしまうと、ごつい武装がついてないので結構物足りないっていうふうに思ってしまうかと思ったんですけども、逆に素足のパーツとかがついてたのがかえって新鮮な感じがしまして、で本来の趣旨とは違ってくるかもしれませんが、パッと見アズニャンっぽいこの表情というか顔のデザインも相まってかなり気に入ったキットになりましたね。まあベースとなるフレームアームズガールというキット自体が出来のいいものなものですから、ごつい武装だけが全てではない、そんなメッセージを受け取った気分になりました。フレームアームズガールイノセンティアブルーバージョンはこんな感じでした。というわけで今回はフレームアームズガールイノセンティアブルーバージョンご紹介させていただきました。まあフレームアームズガールといえば銃であったりクローラーであったりフライトユニットであったり、まあそういったごつい武装パーツをつけていろいろ乾燥してカスタマイズするという、まあそういった本来のキットの遊び方っていうのは分かってはいるんですけれども、今回のイノセンティアブルーバージョンのようにそういったものがもともと同梱されてなくって、キット本体についても素肌のものとインナーを装着したものという、まあこういった二択っていうキットっていうのは、逆にこれはこれで非常にシンプルであると同時に、フレームアームズガールのドールとしてのポテンシャルの高さを実感することができた、そんなキットでした。で、ことぶき屋さんが意識したかどうかはわからないんですけれども、特に今回のキット、肌の色とか髪型とか、そういったところが某アニメの某有名登場キャラクターに非常に酷似というか寄せてる気がするので、もしかしたらそちらのフィギュアと並べてみても違和感ないかもしれないですよね。あと私自身フレームアームズガールに着せることができる靴とか服とかそういったものを持ってないので、今回実験というか実際にやることはできなかったんですけれども、機会があったらそういったものも買ってちょっと着せてみたいなって、そんな風に思ってしまいました。美少女キットがお好きな方、フレームアームズがお好きな方、店頭やネットの見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。